やる前が88。おお、すごい効いた。やった後が78。マイナス10センチ。今回は1種目たった5秒。デッドアブスを紹介します。お腹の出てしまう原因、腹横筋の低下、皮下脂肪、内臓脂肪、姿勢、この4つが関係しています。そのうちの姿勢と腹横筋の低下を今回は改善できます。一緒に頑張ってみましょう。今回の腹筋メニューは、とても息が止まりやすいです。息が止まると腹横筋が鍛えられません。同じように5秒間数えながら腹筋メニューを行ってください。まずは仰向けに寝た状態で両膝を抱えます。この状態でキープです。スタート。お腹を縮めて骨盤を立てて腰を丸めるっていうことが腹筋運動中に大切です。まずはたまに体を起こして背中腰を伸ばしていきましょう。ここが硬いとね、腹筋に力が入りませんので必ずやってください。 OK です。それでは1種目目は体を起こした状態で手はももに置きます。手を向こうに押す、足をこっちに押すことによってお腹に力が入ります。この状態で足を1、2、2と5秒間動かします。一緒に数数えましょう。いきます。あと1、2、3、4、5、6。はい、 OK です。もし辛い人は手の力を少し抜くと少し楽になります。きつくしたい人はしっかりももを引き寄せながら手で押してください。2回目いきましょう。いきます。あと1、2、3、4、5、6。はい、 OK。 あともう1セットです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6。 OK。 ナイスファイト。それでは2種目目です。寝た状態で肘を下に向けます。足を伸ばして体を起こしたら膝を曲げる。でたまに肘をつく。で、戻す。肘つく。戻す。これを5回繰り返します。スライドがいいよっていう人は、肘つかずに、このまま足を動かしてください。行きましょう。スタート。効いてますね。もし辛い人はずっと肘ついててもいいです。いきましょう。2回目スタート。1、2、3、4、5、6。 OK。 さあ、あと1回終わりです。あとちょっと行きましょう。ラスト。効いてる。 OK。 それではうつ伏せです。手を脇の下について使ったお腹を伸ばしましょう。上体反らしです。スタート。お腹を縮めたまんま終わっちゃうと猫背の原因になります。必ず使ったらね、また伸ばしてあげて元に戻しましょう。使った腹筋をね、こうやってすぐ伸ばすことで筋肉痛も軽減されます。
もうちょっと頑張れそうだよって方のために、おまけでもう2種目めちゃくちゃおすすめなメニューを紹介します。20秒ずつ行っていきます。1セットだけ。寝た状態で足を開きましょう。足を持ち上げたら体を起こして、手は頭の方に伸ばしましょう。これで息をできるだけ止めないように長く吐きましょう。いきましょう。スタート。息を長くふーっと吐いて、体はできるだけ起こした方がいいです。辛い人は手を前にすると少し楽になります。うおー、 OK。 キャー、効いてる効いてる、お腹に効いてる。それではラスト。今ずっとお腹を縮めることをしてきました。この縮めたお腹を伸ばすことでさらに腹筋に効きます。手を脇の下ついて体を持ち上げます。このまま腰を高く上げてお尻を下げる。こういう感じで揺れます。できるだけお腹に力を入れたままです。ラスト、いきましょう。スタート。お腹に力を入れて、お腹を引っ込めたまんまで、あと少し、オーケー。じゃー、効いた。お腹周り効いた。まだできそうだよっていう人は次のメニューにチャレンジしてみて、チャンネル登録してない方もね、ぜひ登録しておいてください。